The rolling forth of the Lord's plan of salvation. この時満ちる真剣時代における主の救い主の計画はおおよそ理解を超えた速度で転がり進んでいます。その証拠にこの総大会の部会でトーマス・S・モンソン大館長は4つの新しい神殿の建築を発表しました。1963年にモンソン大館長が使徒に召された時、儀式が行われていた神殿は世界で12でした。プロボシティセンター神殿の封建に伴い現在150の神殿で儀式が行われています。そして現在今日発表された神殿が封建されると154になります。私たちが喜ぶ理由がここにあります。180年前のちょうど今日1836年4月3日にカードランド神殿でジョセフ・スミスとオリバー・カードルに壮大な事件が開かれました。それはカードランド神殿の封建のちょうど1週間後のことでした。この事件の中で主が神殿の教団の手すりの上に立っておられました。救い主は次のように宣言なさいました。私のすべての民の心を喜ばせなさい。彼らは心を尽くして私の名のためにこの家を建てた人々である。見よ、私はこの家を受け入れた。そして私の名はここにあるであろう。私は憐れみをもってこの家で私のために私自身を表すであろう。この神聖な出来事の中でエリアを含む古代の預言者たちが現れて神殿の儀式に不可欠な鍵を授けました。私たちは今エクアドルのキト、ジンバブエのハラレ、ブラジルのベレン、そしてペルーのリマの会員と宣教師たちがどれほどの喜びを味わっているのか薄々感じることができます。それはタイのバンコクで1年前に神殿の建設が発表された時に起きたことからわかるのです。当時タイ伝道部の会長であったデビッド・シニア会長の奥様のシェリー・シニア姉妹はモンソン大館長の神殿建設の発表を聞いた後、家族や友人に電子メールを送り、12時間の眠れる夜を、そして幸福の涙の尽きない時間を過ごしたと書いています。2人は伝道部会長補佐に夜の11時半に電話をかけ、この発表を知らせました。補佐たちはすべての宣教師に電話をしました。彼らの報告によれば、伝道部全体が真夜中に目を覚まし、ベッドの上で飛び上がって喜んだとのことでした。シニア姉妹は家族や友人たちにユーモアを交えてこう警告しました。宣教師管理部には言っちゃダメよ。タイの会員たちの霊的な反応の深さも同じように強いものでした。今日新しく発表された神殿の建設される地域に住む生徒たちも同じように自分たちの心と家庭を霊的に備えてきたことでしょうし、タイにいたシニア姉妹は自分を教えさせるために、また時に姉妹たちに特別な手鏡をいくつか持っていました。その鏡には神殿の絵と神殿の中に自分の姿を見るという言葉が刻印されていました。その鏡を覗き込むと神殿の中にいる自分を見ることができました。シニア夫妻は求道者や会員に神殿にいる自分を思い浮かべ、神殿に参入するために生活を変え、その目標を達成するために霊的な備えをするようにと教えました。今朝私は私たち一人一人が住む場所に関わらず神殿の中の自分の姿を見るようにチャレンジします。モンソン大館長はこう述べています。主の宮に入ってそこであなたを待っているすべての祝福を受けなければ、教会が差し出すすべてを手に入れてはいないのです。教会員として受ける最も大切で最高の祝福は、神の神殿で受けるこれらの祝福です。現代の世界は義に欠けていますが、私たちは聖なる時代に生きています。預言者たちは愛と願いを込めて何世紀もの間、この時代のことを書き続けました。預言者ジョセフ・スミスは旧約聖書のオバディヤ書と新約聖書のペテロの第一の手紙から、死者のためのバプテスマが備えられ、私たちがシオンの山の救い手となるという神の大いなる目的を理解していました。主はこの民を豊かにされ、目的の達成に必要なものや預言者の導きを備えられ、聖者と死者の両方のために神殿の責任を大きく果たせるようにしてくださいました。
イエス・キリストの福音が回復されたおかげで、私たちは人生の目的、ご自身の子どもたちのために備えられた御父の救いの計画、救い主の贖いの犠牲、そして天の組織において中心となる家族の役割について理解しています。神殿の数が増え、科学技術が進歩しているおかげで、先祖のために家族歴史を進める神聖な責任を果たす上で、現代は歴史上最も祝福された時代となっています。特に私は作品を作成したり、先祖を見つけ出したり、神殿でバプテスマや確認を受けたりしている忠実な青少年のことを嬉しく思います。皆さんは文字通りシオンの山の救い手として予言されたものの一人なのです。神殿のためにどう備えればよいでしょうか。私たちは義と清めが神殿に入る備えとして不可欠であることを知っています。教義と聖句第97章にはこう書かれています。また私の民が主の名によって私に一つの家を建て、それが汚されないように、何であろうと清くない者がそこに入るのを許さなければ、私の栄光はその上にとどまるであろう。1891年までは神殿の神聖さを守るために大官庁が全ての神殿推薦状に署名をしていました。その責任はその後ビショップやステーク会長に委任されました。教会の会員たちが神殿推薦状にふさわしい生活を送ることは私たちの大きな望みです。神殿を遠く離れた到達できそうもない目標だと考えないでください。ビショップの助けを受けながらふさわしくなろうと決意して完全に組を悔い改めるならば、大抵の会員は比較的短期間で義に関わる全ての条件を満たすことができます。その条件には、自分自身を許すことや不完全さや罪のために自分には神聖な神殿に入る資格などないと考えないようにすることも含まれます。救い主の贖罪は神のすべての子供のために行われました。主の贖いの犠牲は真に悔い改めるすべての人のために正義の要求を満たします。聖典ではそのことを実に美しく描写しています。たとえあなた方の罪が火のようであっても雪のように白くなるのだ、私はもはやその罪を思わない。義の原則に従って生活すれば、皆さんと皆さんの家族に幸福と達成感と平安がもたらされると私は断言します。会員たちは成人も青少年も神殿推薦状発行のための質問に答えることで、自分のふさわしさを自分で吟味します。必要不可欠な条件は、父なる神とその御子イエス・キリストと主の福音が回復されたことに対する証を深めること、そして聖霊からもたらされる導きや恵みを経験することです。神殿の祝福はとどまることがありません。神殿の大事の祝福は聖霊に関わる儀式にあります。福音の計画とは聖霊に関わることであり、それには神と神聖な契約を交わして守ることが含まれます。聖者のためのこうした儀式と契約は、バプテスマと確認の儀式を除いて全て神殿の中で執行されます。死者のための救いの儀式や契約は全て例外なく神殿の中で執行されます。ブリガム・ヤングはこう教えました。人類家族の救いのために主がお出来になることで、主の方でないがしろにされたものは何もありません。救いのために成し得ることは、人の子らが行うべきことを除いて全て救い主により、また救い主の技の中で達成されました。教会の指導者がステークやワード、定員会、補助組織、伝道部などを組織するのは、教会堂やその他の建物の中においてです。主が永遠の家族を組織されるのは神殿においてのみです。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って、自分の罪を真に悔い改めた人が主の聖なる宮の中で主から完全に受け入れられていただけることは明らかです。ご存知のように、神は人を偏り見ない方なのです。神殿の美しさの中で私がこよなく愛することの一つは、神殿参入者の間にはいかなる形であれ貧富や階級地位の差がないことです。神の前では皆が平等なのです。皆清く義にかなった民であることを示す白い衣に身を包みます。愛にあふれた天の御父のふさわしい息子娘になりたいという心の望みを持って皆隣り合って座ります。少し考えてみてください。世界中で聖なる神殿において得られる神聖な儀式と契約により、男女は神の身元に帰り、また家族として永遠に一つとなることができるのです。
それが行われる美しい聖なる結び固めの部屋は、神殿にふさわしい全ての会員に開かれています。誓約を交わした後で、向かい合うように設置された神殿の鏡の中にいる自分たちの姿を見ることができます。神殿の鏡は互いにどこまでも反対側の鏡を映し、そこに映っているものは永遠に続くように見えます。その鏡を見ていると、両親や祖父母、そして過ぎ去ったあらゆる世代に心を向けることができます。その神聖な誓約が自分たちと後に続くあらゆる世代とを結びつけることに気づきます。この実に意義深い事柄は、神殿の中の自分の姿を見ることから始まるのです。ハワード・ W ・ハンター大官庁はこう勧告しています。カートランド神殿奉献の素晴らしい祈りの中で語られた荘厳な教えについて深く考えてください。ジョセフ・スミスはこの祈りを啓示を通して与えられたと述べています。この祈りは今もなお個人、家族、一個の民として私たちの上に成就し続けています。神殿において行使する神権を主より授けられているからです。私たちは教義と誓約の第109章をよく研究し、ハンター大官庁の言う主の宮を教会員であることの崇高な象徴として確立するという勧告に従うべきです。神殿はまた避難の場所、感謝を捧げる場所、教えと理解の場所、また地上の神の王国に関する全てのことが存在する場所でもあります。混乱している世界にあって、神殿は私の生涯を通じて安らぎと平安の場所となっています。世の煩いを離れ、神聖な場所にいられるのは実に素晴らしいことです。神殿、家族歴史の探求に携わっているときに、神殿の中で聖霊から促しや印象を受けることがよくあります。神殿の中では時々私たちと向こう側にいる人々を隔てる幕が非常に薄くなります。シオンの山の救い手として努力をするときに助けが与えられるのです。現在、名誉中央幹部であるある兄弟の奥様が数年前、中央アメリカのある神殿の結び固めの部屋で永遠の誓約を受けるために参入してきた父親と母親と子どもたちの手助けをしていました。その部屋には神殿の鏡があります。儀式を終えた彼らが鏡を見ていたとき、彼女は部屋にいない人の顔が鏡の中に映っていることに気づきました。母親に尋ねると、亡くなった娘が一人いて、この世の肉体をまとってはその場にいることはできないことが分かりました。亡くなった娘は代理人を通して神聖な儀式に加わっていたのです。神殿では幕の向こう側からも助けがあることを決して過小評価してはなりません。すべての人が神殿の資格を得るために、必要な変化を遂げることができるよう私たちが心から望んでいます。自分の生活を祈りを持って振り返り、御霊の導きを求め、どのように神殿に備えればよいかビショップに相談してください。モンソン大官庁はこう言っています。神殿に参入するふさわしさを身につけること以上に大切な目標はありません。私はアイリン官庁に同行して、フィジースバ神殿の再奉献に出席する特権に良くしました。それは特別で神聖な機会でした。アイリン官庁の勇気と力強い霊的な影響力とにより、記録に残っている限り南の半球で最悪と言われたサイクロンにもかかわらず、再奉献は進められました。青少年や宣教師、会員たちは物理的にも霊的にも守りを受けました。主の御手があったことは明らかでした。フィジースバ神殿の再奉献式は嵐からの避けどころとなりました。人生の嵐を経験するときに、私たちはしばしば主の御手が永遠の守りを与えてくださるのを目撃します。2000年6月18日に行われたフィジースバ神殿の最初の奉献式も異例なものでした。神殿が完成に近づいた頃、国会議員たちが反乱軍の一部により人質になりました。スバの繁華街では略奪と放火が横行し、軍は戒厳令を敷きました。地域会長だった私はフィジーの4人のステーク会長を伴ってクイーンエリザベスの兵舎にいた軍の指導者に会いました。奉献式について説明すると、彼らは協力的でしたが、ヒンクレー大官庁の安全が守れるか心配であると言いました。彼らの提案は、低組織のような屋外での行事は行わず、奉献式を小規模にするというものでした。
神殿の外にいる人々が暴行の標的に なりかねないことを懸念していたのです。ヒンクレ大官庁は小規模の封建式を一度行うことを承認しました。危険な状況のため、新しい神殿会長会と少数の地元の指導者以外には誰も招待されませんでした。神殿を封建するときには必ず提訴式も行います。イエス・キリストのが罪の頭にしてあり、この教会は主の教会だからです。私たちが実際に提訴式のために外に出ていたときに、教会員でない人や子どもたちやメディア関係者の人はいませんでした。後にヒンクレ大官長は救いについてこう語っています。過去、現在、未来において主は比類なきお方です。神がその愛される御子という賜物をくださったことに感謝します。そして御子は私たちが生きられるようにご自分の命を与えてくださいました。主は私たちの信仰を主の教会の揺るぎない罪の頭石です。兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人が救い主を敬い、必要な変化を遂げて主の聖なる神殿の中にいる自分の姿を見ることができますように。そうするなら、主の聖なる目的を果たし、自分自身と自分の家族を備えて、主と教会が現世から永遠にわたって与えることのできるあらゆる祝福に預かることができるのです。救い主が生きておられることを確かに証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。